はい、どうも、めチャンネルです。本日はですね、緊急で動画をね、撮らせていただいております。なんとですね、昨日7月17日にですね、京都に新たなマリオットホテルがね、誕生すると、えー、いうことがね、発覚しましたので、急遽ね、動画で撮らせていただいております。京都、激アツですね。 はい。まあ、どんなホテルなのかっていうことをね、あのご紹介も含めてお話ししていければなっていうふうに思います。初めてね、私のチャンネルをご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、まだね、チャンネル登録されてない方は是非、ぜひチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ではね、早速内容入っていきたいと思います。行ってみましょう。 はいそれではですね今マリオットボンボイの京都市のね、えー、ホテルということで検索をさせていただいておりますこの通りですね下をね見ていただきますとチャプター京都トリビュートポートフォリオさんがあったりリッツ・カルトン京都さんとかありますはいでこの下ですね見てください「源氏京都あメンバーオブデザインホテル」ということで出てきてますはいこれがねまあ新たにマリオットグループに、まあ、加盟するですね 国内初のデザインホテルブランドということでございます。非常にね、楽しみですね。はい。で、こちらのね、デザインホテルさんにつきましては、こちらの枠にもある通り、プレミアムホテルブランドとなっておりまして、まあ、オートグラフコレクションさんだったり、ルメリディアンとか、ウェスティンとか、まあ、そこら辺とね、同等のカテゴリーになっておりまして、デザインホテルということでございます。これはね、先ほど申し上げた通り、国内は初めてのね、ホテルとなっております。 はい。で、デザインホテル、独創精神のおもてなしの心。 地元文化に対する真摯な姿勢、そして刺激的なデザインが融合した明確なビジョンを持つホテル、デザインホテルの詳細とあります。これもね、あのー、楽しみですけど、概要欄の方にね、こちらの紹介ページも、えー、貼っておきますので、よかったらね、ご参照いただければなというふうに思います。はい。で、こちらですね、えー、京都現地デザインホテルズの加盟店です。ということでね、もう書いてございます。まだね、今、空室状況はないということでね、完売ということになっておりますけど、 そうなんです。お気づきの方ね、いらっしゃるかもしれません。これ、新規のねえ、ホテルっていうことではなくてですね、現地京都っていうね、えホテルさんが、えーまあ、リブランドというかですね、マリオットグループに加入して、まあ、新規リニューアルオープンをすると、えー、いったホテルでございます。今、現時点でもね、営業をね、えー、されているホテルでございます。はい。まあ、概要とかね、ここら辺はね、ほぼんど出てないです。情報としてはね、ほぼ出てないと、えー、いった感じですね。はい。で、まあね、今、京都でですね、まあ 適当に、ね、8月の16日からということで検索をね、えー、かけてみたいなと思いますけれどもはいこの通りね8月の16日で出てくるとおリッツ・カルトン京都さんのが17万円するんですねすご <laughs> はいで源氏京都さん出てきますけれどもまだねソールドアウトということで出てきて、ね、おりませんでまあこちらですね問い合わせさせていただきました一応ですねなんとね7月の24日月曜日から まだね、予定です。変更される可能性はありますけど、7月24日の月曜日からですね、マリオットグループとして、デザインホテルとして営業をね、開始するという予定だそうです。まあ、ただですね、そのマリオットグループの,あのステータスの恩恵だったりとか受ける場合にあたってはですね、まあ、マリオットのサイト、アプリから予約が開始されてからですね、予約されることがまあ間違いないと思いますっていうね、表現でございましたので、今ね、慌てて、 ケンジ京都さんで予約を取っていただいたとしてもですね。 マリオットさんのね、ステータスの特典が受けられない可能性ありますので、そこはね、ご注意ください。一応7月の24日の予定ということなので、皆さんマリオットのね、アプリであったりとか、マリオットのブラウザのね、ホームページの方をまあチェックしていただいて、いつからね、予約が取れるのかっていうのを注視していただくのがよろしいのかなと思いますし、私の方でもですね、発見次第、ツイッターインスタグラムそしてね、YouTube のコミュニティ欄の方からえ情報を発信させていただきたいと思いますので、ぜひそちらもチャンネル登録していただいて、チェックしていただけると嬉しいです。ではですね、 えー、現地京都さんの方ですが、こちらですね、2022年4月18日に、えー、現地京都さんグランドオープンしたホテルでございます。まだまだね、新しいです。で、画像なんかね、見させていただく限り、めちゃめちゃおしゃれでございます。で、こちらのホテルなんですけれども、鴨川旅館株式会社さんというね、会社さんがまあ運営をされておりまして、元々はですね、赤坂の方にね、えー、あった会社さんで、長田町に移って、今はね、京都に、えー、本社所在地を構える会社さんみたいです。はい。まあ、運営会社はね、一旦置いておいて。まあ なので、まあ、FC みたいな感じになるのかな。はい。多分ね、デザインホテルとかオートグラフコレクションと同じようなね、扱いになるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、外観とかね、この通り見ていただいて、めちゃめちゃね、京都っぽいいい感じのね、はい、ホテルじゃないでしょうか。立地なんかもね、鴨川沿いでね、非常にいい立地だと思います。で、ゲストルームなんかもね、えー、こういった感じで、ヒノキのね、こういったお風呂なんかもあって、 ホテル自体はですね、非常にコンパクトでですね、まあ、スイートルームなども含めて、こちらね、19室、いずれも優雅なスラで、えー、鴨川、京都市街、山や、坪、えー、庭などを見られるゆったりとしたお部屋となってますということで、これ、いいですよね。鴨川を見ていただきながらね、この琉球畳にね、座ってっていうことで、これ、外国人の方も非常にね、受けいいんじゃないかなと思いますし、当然我々ね、日本人からしても、これ、いいロケーション。 いいいいい雰囲気の、ねえー、ホテルなななんじゃないかううふうに思いますどうですかちゃんとね、ルーフトップバーなんかもありそうじゃないですか。はい、えー。立地はですね、この京都市内の鴨川に面した静かな街並みですが、京都国立博物館、これは33県道ってお見せしたらいう意味じゃないんですかね、えー、京都駅モール、さらに、錦、えー、市場や、えー、仙都町っていうのかな、えー、祇園だったりとか、えー、清水寺界隈への徒歩20分ということで、まあ、 観光もね非常にいいという感じなんでしょうかねもう京都はね全く詳しくないですし地名なんかも本当に難しいんでねあの、読みが間違ってたらご容赦くださいはい。でホテルね周辺の界隈いということでこのようにありますけど非常になんかねノスタルジックだったりとか平穏なリバーサイドのまあホテルこれなんですかね結構やっぱりねコンパクトな感じですけど上にね緑もあって非常にね、えー、いい感じですで結構ね外国人の方のスタッフさんなどもねいらっしゃって っていう全然ね、このホテル存じ上げなかったですね。はい。で、トップなんかもね、このように景色のある広いゲストルームということで出ております。はい。まあ、気になる方、皆さんね、こちらの現地京都さんの、えー、ホームページに関しましても URL 概要欄に貼っておきますので、チェックしていただければなというふうに思います。で、後ほどですね、まあ、料金帯もね、見ていきたいなというふうに思いますけども、まあ、結論から言ってですね、税差込みで平日とかだと、まあ、3万6000円ぐらいからという感じになってます。まあ、ただね、これは 現地京都さんの価格といったところでございますので、オーバーなんかも非常にいいですね。あの、マリオットグループになってからね、爆上がりするっていう可能性もあるんじゃないかなと思います。で、建築から体験する真の日本ということで、このジフリー・ムーサスさんという方がね、建築のデザインされた方なんですかね。結構ね、いろんなところ、これはどこだろうなんかね、天井ですよね、きっとね。非常にね、こだわりがある。えー、木のね、えー、刻印といったような感じで、 佇まいとかもなんか本当に隠れ家的なねホテルなので非常にねマリオットさんの、まあ、デザインホテルとかオートグラフコレクションとかそういったねコンセプトに合ったえホテルなんじゃないかなっていうふうに思いますねめちゃめちゃこれ楽しみはいいいですねはいまあ、こんな感じでね、えー、日本のプレミアムなホテルということでこうやってね出ておりますいやーどれもね画像につきまして本当にねいい感じでございますはい ではね、料金対応ね、ちょっと見ていきたいなと思います。7月の24日から1泊大人2名ということで検索してみたいと思います。はい、まあこのようにね、出ております。はい、シティデラックスルームがね、3万3000円から、これ税産抜きですね。朝食付きだと3万9800円。で、デザインホテルさんにつきましてはね、おそらくプラチナエリート以上でですね、まあ、朝食いただくことができるんじゃないかなというふうに思いますね。 はい。オートグラフコレクションさんとか、同様な感じになるんじゃないかなというふうに思います。で、リバースペリアにつきましては3万6千円とかね。まあ、ここからね、税差込みという感じになりますので、まあ、こちらのスタンダードのね、シティデラックスが3万3千円から税差込みで3万6千7 0円になるという感じで、サービス料がないのかななんか消費税しか入ってないですね。だから、ここにサービス料とか加わって、まあ、ボトムとのね、ボトムの料金とか、はい。こうやって変わっていくんじゃないでしょうか。 はいリバーバルコニースイートとかですねはいここら辺さらにねシティスタジオとかガーデンデラックスとかはね今ちょっと予約がね取れないので料金帯がねわからないっていう感じですねガーデンスイートとかガーデンプレミアムという感じでございますはいいかがでしたでしょうかもう皆さんね画像なんか見ていただいてお分かりのとおりというかもう感じていただいてると思いますけど めちゃめちゃ良さそうじゃないですか。まあ、ただ、ラウンジとかはね、えー、ひょっとするとない、えー、ホテルなのかもしれないですね。ちょっと元々のその源氏京都さんの方がどういうホテルなのかっていうのもまだね、ちょっと見てないので、設備的なもの、温泉があるのかないのかとか、まあ、見る限りでは、えー、な,んかなさそうなので、お部屋でね、えー、ゆっくりくつろいでいただけるような、えー、コンセプトになっているのかなという、えー、イメージでございます、えー。京都の中でもね、静かな、えー、環境に位置する五条河原町というところにね、立地しておりまして、まあ、完全にね、ブティックホテルと、 ままいとなってますねで先ほど申し上げた通りまり、あ、どこの、ね、観光地でも、まあ、徒歩で行っても20分ぐらいなので、まあ、タクシーとかね ちょっと電車を使えば多分10分程度でね、ついてしまうぐらいの立地なんじゃないかなというふうに思います、えー。観光スポット巡りとかね、美食探索とか非常にいいんじゃないかなと思います。で、あとは京都のね、ストリートライフ文化などをね、楽しむにも結構、ね、ちょっと街並み入っていくとディープなね、ところもあったりするんじゃないかなというふうに思いますし、ロングステールなんかもね、海外の方とかは非常にいいかもしれないですね。はい。いやー、めちゃめちゃ急にね、こんな話がありましてですね、あの、緊急で。 言ってみたいだけじゃないですよ。緊急で動画撮らせていただきました。皆様いかがでしたでしょうかまあ、ひょっとすると、まあ、昨日のね、夜にアプリ上とかサイト上で反映がされまして、ひょっとすると、 あの、あくまで憶測ですよ。この動画が上がってちょっとしたぐらい、正午ぐらいとか、ひょっとすると予約が取れるようになってるかもしれないし、ひょっとすると明日,明日とかね、明後日ぐらいに、えー、アプリ上でも予約が取れるようになってるかもしれませんので、まあ、引き続き私の方でもね、注視させていただいて、先ほど申し上げた通りですね、えー、発見次第ですね、Twitter、Instagram、YouTube のね、コミュニティなどで発信させていただきたいと思いますので、ぜひね、各 SNS、そして YouTube のチャンネル登録していただいて、えー、続報をお待ちいただけると嬉しいです。 ということで、えー、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かった方からぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私ツイッターライン、インスタグラムやってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、チャンネル登録と ベルマークの通知ボタンを押していただいてですね応援するつもりでもぜひチャンネル登録を押していただいて次回以降のね動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回の次の動画でお会いしましょう